これから後半ラウンドするんですけど、雨が結構降ってきました、はい、でもこれから10分後20分後ぐらいには晴れるらしいので、雨もちょっとやんできましたね、うん、なのでこのまま頑張ってラウンドしていきたいと思います。はい、はい、行ってきます。行ってきます。ってやっぱちょっと違いますか？違いますね。違います。なんかこう気をつけることとかあります？やっぱりグラブが濡れてしまうので、それだけグリップをしっかり拭いたり、はい、あのヘッドを打つ前に拭いたり、あとはレインウェア着るので、はい、どうですか？やっぱりあ、うん、ちょっと気になります。はい、気になりますね。なんですか、うん、まあ、結構アマチュアの方々が感じることとそんなに変わらない、はい、そうですね、一緒だと思いますね、うんうん。すごい火花散ったよね。
ました。雨がね、もう止みました。よかったです。35ヤードぐらい、もうちょいあるの、もうちょいあるもうちょいある、そうですね、はい、あ、弱い。行った、乗った。いやー、今、弱いっていうか、ダフったんで、最後、フックです。もしかしたら、そんな曲がらないかもしれないけど、行きます。あっと。カップとボールを見てもらって、で左の方が高いじゃないですか、はい、低い方から見てもらう方が分かりやすいと思います。分かりやすい、はい、でこっち側から半分見るから、はい、でちょっと上りだなっていうの、そうですね、はい、ちょっと上りの、うん、ほとんど曲がんないと思うんですね、うん、強気で打ちます。どう？ティーグラウンドで気をつけること、はい、例えばなんかティーの差し方とか、はい、ライ、うん、どうやっていくのか、ライに言うとかわかんないけど、私はドローヒッターなので、うん、ティーマークが2つ差してあるじゃないですか。で左側にできるだけ立つようにして、うん、で右を広く、うん、コースの右側を広く使っていくっていうので、うん、右、あ、左側によくティーを刺しますね。で、ドローの、あ、ドローじゃなくてフェードの方とかは、うん、結構右側にティーを刺して、で左を広く、ボール出し、あの持ち球のボールがこう、あ、大きく使えるように。へっていう感じで、はい、ティーを刺しますね。ライとかも結構見るんですか？ライとか見ますね。たまにすごいつま先上がりとか、うん、まあ下がりとか、うん、ライがあるので、できるだけ、まあ、フラットのところを、はい、選んで打つようには、はい、してます。ティーの刺す位置を変えてみるのも一つのやり方と、うん、いうことですね。セカンドってだいたい160とか170が多くなってますか？うん、そうですね。最近距離が伸びていってるんで、うん、アイアンとか打つことないですか？そうですね。ユーティリティが結構増えてきていて、なんか6番アイアンを入れてない選手が増えてきてるみたいですね。うん、
これで。いやちょっと早かった、打っちゃったな。ECC レディースは7月4日、5日、6日の3日間で開催されます。当日の様子は ECC の YouTube さんのチャンネルとスカイエーさんで生放送されます。さらにですね、6日最終日、リンゴルフの三枝心ちゃんも、当日ここに来てですね、生放送に参加しますので、そちらもぜひご覧ください。そして今日一緒にラウンドしてくれた中山プロも4、5、予選、そして6日最終決勝出てくれますので、応援よろしくお願いします。お願いします。はい、皆様ご視聴いただきありがとうございます。高評価、コメント、それからチャンネル登録よろしくお願いします。ここです。